雲南省、雲南省、雲南市用、中国語、雲南省、ピンイン、ユノニ s h n の G、英語、雲南は、中華人民共和国西南部に位置する省。略称は、天。省とは、混迷し。省名は、雲霊。四川省との境の山地の南にあることに由来する。古代には、中国の勢力が浸透して、 軍権が設置されたこともあったが、新大には再び交代し、諸民族が分立した。東大には南章が出現して、統一王国を形成し、壮大には大理国がこれに変わった。大理は、モンゴル帝国のクビライに征服され、名目的には、元の雲南行中諸章が置かれたが、クビライの諸子、不下地を外する両王家の世襲の所領とされた。クビライが設けた三大王国。 二小王国のうちの後者の一つである。この両王国は、大理の旧王家男子の協力のもと、1390年まで、この地を支配し続けた。民の後部帝により張り王国が滅ぼされた際、男子は両王家を裏切り、その功績により再びこの地の王として復帰し、大理王国を復活させようと目論んだ。しかしこの地の東、アジア有数の銀山に目をつけていた。 ミカドは、この地の統治を男子に委ねることを拒否、この地を併合して、直接支配下に組み込み、南朝以来の独立王国の歴史は終焉を迎えた。秋夜には、雲南不正死が置かれ、新代に雲南省が成立した。秋夜以後、漢民族が大量に流入して、多数を占めるようになり、漢民族の地になった。新末期には、 この地に居住するイスラム教徒の海賊が反乱を起こし、漢族と海賊の紛争が続いた。1855年から1873年にかけては、雲南省でパン税の乱が起こっている。日中戦争間は延症ルートをめぐって、中国国民党軍と日本軍との間で攻防戦、へしゃげ猛、統越の戦いビルマの戦いが繰り広げられた。 雲南省と日本国とは、複数の航空会社が運航する航空路線で結ばれており、本拠地とする中国東方航空や雲南省方航空により、省内中心都市昆明市の空の玄関口である昆明朝水国際空港から日本の三都市圏、東京、大阪、名古屋の国際空港との間で定期国際便が運航されている。 高いビジネス需要によって、時期によってはこれらの路線に A330 などの大型機が投入されることもあり、活況を呈している。八地球市と八地地州が15市からつく、15県級、市、70県、29自治県を管轄する。詳細は、下部データボックスを参照。2007年4月8日に、スーマオ市は、プーアル市に、同市の水運区は、 スーマ奥に、プーアルハニ族遺族自治権は、ネイハニ族遺族自治権に改名された。全体に高涼とした岩山が目立つ中国の中で、雲南省は緑の森林に恵まれている。しかも地形が複雑で、南部の低地では亜熱帯性気候もあれば、北部の鉱山地帯では亜寒帯性気候もあり、気候も多様である。このため、動植物省が豊富で、特に園芸の分野では、 新種のカキの産地として知られる。中華人民共和国の再生南部に位置し、南部でベトナム、ラオスと国境を接し、南部から西部にかけてミャンマーと接する。北西部はチベット自治区、北部は四川省、北東部は貴州省、東部は厚生地湾族自治区と接する。東部は石灰岩台地でカルスト地形の深い峡谷を川が流れる。 軽症地である。西部は山地でサルイン川とメコン川が流れる。鉱物資源に恵まれ、鈴、亜鉛、鉛、カドミウム、インジウム、タリウムの埋蔵は中国最大で、他にも鉄、石炭、銅、亜鉛、金、水銀、銀、アンチモンが豊富にある。雲南省の降水量は中国平均の4倍で、水力発電が盛んである。 小の政府工作報告によれば2004年の前省、生産総額は対前年比11.5%増の2959.5億人民元であった。西部大開発政策の進展により、雲南ではベトナム、ミャンマーとの辺境貿易が活発化しており、対外輸出額は前年比33.6%増の22.4億米ドル、輸入額は 前年比52%増の15億米ドルであった。財政総収入も前年比20.2%増の666.3億元となっている。タイトは陸続きではないので、ラオスを中間に挟むトラックによる三国間陸上、輸送化、国際河川のメコン川を用いた水運が交通手段となる。メコン川上流の乱走港は、プーアル市、ケイ市を流れる。 船舶航行協定によって、プーアルシスウマオ港から、京光市京光港を通り、下流のルアンパバーンまでの全長 886km 区間で、自由貿易が可能とな。プーアルチャ、ウンナンパイアを、カハシベ線・セン、セハナモチ、クレナイ島・ショートコンメイ市のコンメイ水国際空港を、はじめとして、ホサン市、ジャオトン市、レイコー市、 プーアルリンソ総氏の各地球市、某氏、シャングリラ氏、大理氏、慶光氏といった各研究士に空港が設置され、中国各地と結ばれいる。昆明長水国際空港は、国際空港として、東南アジア、南アジア、欧米各国のほか、日本との航空路線も持つ。昆明市を中心に、西昆線、聖都方面、古昆線、企業方面、 南根線、南嶺方面といった各鉄道路線が放射状に伸びており、また、ベトナム国境の川口や王族自治県までは、コンマカ川線が運行されていい。ミャンマー国境の随礼島では、大随線が建設中、ラオス国境の老県までは、極馬線が建設中であるほか、チベット自治区等を、天造線で結ぶ計画が存在する。2012年には、 雲南省で初の地下鉄となる混迷軌道交通が試運転を開始した。2016年末には古今旅客専用線、南今旅客専用線といった高速鉄道路線が相次いで開業した。主な高速道路として首都放射線を構成する京根高速道路、南北縦貫線を構成する遊根高速道路、東西横断線を構成するクイ高速道路、 古今高速道路、三根高速道路、高根高速道路が省内を通過している。ミャンマー国境の随礼市まではクイズイ高速道路、ラオス国境の老県まではコンビガ学高速道路、ベトナム国境の河口までは、海港高,高速道路が、開通済みある。雲南第五回人口調査広報2002年1月7日、雲南省統計局によると、 2001年4月28日6歳、及び6歳以上の人口の中に、高等教育、大学以上の人口は85.3万人、約2.23%中等教育、高校、専門学校など、の人口は278.0万人、約7.27%初等教育、初中の人口は899.4万人。 約2 3 5 3小額、教育人口は1896.3万人、約4 9 6 0雲南省で最も多い少数民族は遺族で400万を超えている。中国では雲南省にしかいない少数民族が15ほど存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。